皆さんこんにちは、あかりんサティスファイです。今日も自分自身にお悩み相談始めます。今日の画像は北海道上士幌町で行われましたバルーンフェスティバルの様子をですね、撮ったものですね。で、風景もとっても素敵でした。今日のお悩み相談といいますか、今日は悩みというわけではなくて、私は、子育てというものにとってもその思い入れがあったんですね。2人の子供も2人の子供は大きくなって、子育てはほぼ終わったという感じなんですけれども、それでも今また子供に関する、仕事をしてるんですけれども、その子育てについてちょっと自分としては子育てがテーマなんですよね。と言いますのも、子供ってどうやって育てたらいいんだろうっていうことをずっと思ってきたんですよね。それでいろんなことを調べて、自分なりに選んで育ててはきたんですけれども、本当にそれが良かったのかなっていうことを、今でも思ってるんですよね。子育てっていうのは何が正解なんだろうっていうのはないんですけれども、でもどっかでその正解を探してるというか、まだそれは今もテーマとしてあります。で、そのことを尋ねてみました。自分自身に尋ねてみました。では始めたいと思います。私にとっての子育てとは何だったのですか？お名前を教えてください。マリアーナです。私はあなたの星の母です。子供に慈愛を持って光を与えています。あなたは私の思いを地上で実現する働きを持っています。子供たちが泣いています。光を与えてください。子供を育てる親も泣いています。みんなどうしていいかわからないのです。情報に振り回されています。世間の常識は無視してください。子育てというのは枠にはまらない方が子供がよく育ちます。まずは親が目を覚ましてください。世の中というのは人間が作ったものです。さまざまな思惑の中で作られたものもたくさんあります。そこに気がついてください。みんながこうしているからとか、周りがこう言うからといういわゆる常識を改めて俯瞰して見てみてください。そのような癖をつけてください。それが目覚めるということです。社会のルールは子供にとって自分を発揮しにくく、とても窮屈です。それが子育てを余計に大変にしてしまっています。社会のルールや親のレールに乗せることは親にとっては楽ですし、周りも認めてくれるから誇らしげになるかもしれません。それが本当に良いことでしょうか？子供にとってはどうでしょうか？一緒に考えてみましょう。子供は何度も生まれ変わっています。その子にはたくさんの過去性があります。今世のお役目、したいことは一人一人違うのです。親も同じです。ですから、親が良いと思ったことを子供に押し付けるのは子供の負担になります。大リーガーの大谷君には大谷君の、我が子には我が子の使命があり、そのことを自覚してください。型にはめようとするのは今すぐやめてください。とても
厳しいことを言っているのは承知です。でも子供の魂はそのように言っているのです。とても難しいことを言っているのかもしれませんが、これから社会はどんどん変わります。親の価値観をはるかに超える時代になっていくのです。昭和、平成の時代のやり方をリセットすることが必要です。このように言うとどうしたらいいのか悩むでしょう。答えは簡単です。子供を自分と全く別の人格や使命を持っている一人だと認めることです。子供は自分の分身ではありません。子供という一人の魂を育てさせてもらっているということを肝に銘じましょう。そこから始まります。育てさせてもらっているのです。親もそのことを通して学ばせてもらっているのです。そのことに感謝の気持ちを持ってください。以上です。マリアーナさん、ありがとうございました。はい、そうですね。これ自動書記というのですか。ちょっと私も自分がやってることはなんて説明していいかわからないんですけれども、まずその自分の疑問をノートに書いて、自分の悩みとか質問をノートに書いて、答えをいただくんですけれども、マリアーナさんっていうのは以前も答えをもらったんですが、どうも子育てのことになるとマリアーナさんが答えてくれるんですよね。でこの方は私が昔いた星の私のお母さんだということなんですけれども、その方からのメッセージがそのペンを通してスラスラとそのノートに書かれてしまうというか、書けてしまうんですよね。でそれが結局答えなんですけれども、今日は書きながらとても厳しい内容だなと思ったので、これを発信するかどうかちょっと書きながら迷っていたんですけれども、でも私の子育ての時をすごく思い出しましたね。私もすごくその世間の情報に振り回されてましたね。で子供がこう育つにつれてですね、例えばその地元の新聞を取ってるんですけれども、そこで子供の同級生なんかがこう、部活なんかでね活躍してるようなことが載っていたら、ああうちの子はどうなんだろうって、うちの子もどうやったらこんな風にその認められるような子供に育つんだろうとかっていうことが一瞬頭をよぎるんですよね。でそれでちょっとこう右往左往してしまって、で下の子は陸上なんかもしてたので、なんかちょっと家で余計なアドバイスをしたりですね、大会とか見に行った後ここはこうした方がいいんじゃないかっていうことを夫と言ったりですね。でもそのことはすごい子供にとって負担だったなって、もう本当にもうそんなこと必要なかったなって、私はすごい反省することでしたね。で逆にそのようなことをして、オリンピック選手にねこう育ったというお子さんもいるのでね、すごい親としては迷うことだと思うんですけれども、我が子にとってはそれは本当に余計なことだったんですよね。でその後ちょっとこう我が子も、今たくさんいらっしゃるんですが、不登校になってですね、それもあったもんですから、より余計なことをしてしまったなって思ってるわけなんです。で2人の子供を育ててみて、本当に世の中で、認められるようなことを
その部分を育てようっていうことは本当に必要なかったなって私は思っています。余計なことをしてしまっていました。で、その部分が多くの方が迷う部分だなと思います。でも今日の、お答えに、あるように本当に一人一人の使命って違うんですよね。だから親がこうじゃないかなって思うことが本当に当たってるっていうことは確率的には少ないかもしれませんよね。ただ子供を見ていて、あ、こういうことがやりたいんだなとか、こういうことの才能ってすごくこの子にはありそうだなって思うことがありますよね。で、今私働いている場所でも世間でいうその障害を持っているお子さんの施設に私は行ってるんですけれども、あ、この子はこういうことがきっと伸びるだろうなって思うんですよね。そういうことの手助けは大人としてね、できるその環境を用意してあげるっていうことはできるなと思って、そういうことはしています。例えば絵を描くことがすごい好きだなこの子はとか思ったら、絵を描く時間を持ったり、こう絵の具を用意してあげたり、ちょっと子供ではねなかなか用意できないものを大人が用意してあげるっていうこと、工作が好きだなっていうのをちょっと感じたら、その工作に必要な空き箱とか、そうですね、トイレットペーパーの芯とかそういうのを集めてあげたりとか、そういうことをすると本当にそういうものを使ってもうびっくりするぐらいの発想でなんかものを作ったりするんですよね。だから大人ができることはそういうことなのかなっていうことを、私も子育てが終わってから気づかせてもらってるんですよね。で、そういうことを私が、子育てを通して感じたこととか、こうすればよかったなとかちょっと思うことですね、そういうことをこれから発信させていただけたらということは思っています。以上が今回の内容になります。ここまで聞いてくださりありがとうございました。また会おうね。サンキュー。